見ていて飽きないと言いますか、特別感があると手放したくなくなるような、二刀流になるから、うん、60代70代過ぎても愛着を持って使えるのかな。ハロー、中根です。久保です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、時計屋が選ぶ飽きない時計3点ということで、3本ですね選ばせていただいております。はい、シンプルな時計をチョイスさせていただいて、結構飽きにくいというか、うん、やっぱり長く使える時計かなっていう印象で。そうですね、中根さんあれですよね、うん、普段使ってる時計も結構長いですもんね。10年とまではまだいかないぐらいですかね。5年以上は多分使ってるかなっていう感じですね、うん、まさにあれですよね、今回のテーマに中根さんぴったりじゃないですか。これは今つけてるのは毎度同じ君もアウサブになりますけれども、ね、これはもう飽きないですね。もうよく何度も紹介させていただきながら、はい、毎回登場しておりますもうこれしかないですいつもありがとうございます、はい、じゃあちょっと早速1本目からいきましょうか、はいはい、こちらですね、ロレックスのエクスプローラー1ブラックアウトダイヤルですね。これはリファレンスでいうと14270になります。まさに90年代からスタートしたエクスプローラーですね。こちらは一体どういった理由でチョイスさせていただいたんでしょうか。やっぱりロレックスといえばエクスプローラー、一番不動の人気かなというところと、まあ、この時計自体は幅広い年齢層の方に支持をもらっている。特にスーツでお仕事される方でも、スーツに合わせてもかっこいいじゃないですか、はい、プラスお休みの日に T シャツにデニムでも合わせやすい、うん、万能的な一本というところで、あまりこう手放すというよりはこう20代の頃に手に入れてそのまま50代60代まで持ってる、結構お客さんの中にもそういったお声の方もいらっしゃってまして、うん、チョイスしたのがブラックアウトっていうちょっと珍しい答えを選んでるんですけど、はい、通常のエクスプローラーの14270、あれなんかはやっぱ長いこと持ってらっしゃる印象だと思うんですよね。文字盤とかちょっと特殊だとより手放したくなくなりますよね。そうですね、まあ、エクスプローラーって割と、まあ、オンオフどちらでも使えるっていうんで、やっぱ飽きが来ないっていう部分でもいいかなと確かに思いますね。実際この数字が369のバランスが非常にいいとよくお客さんもおっしゃっていただいてて、はい、品性がすごくいいっていうところももちろんあるんですけど、うん、やっぱブラックのダイヤルっていうところは定番なんですけど、幅広い層の方に選ばれるポイントかなっていうのは大きいかな。サイズ感もねそんな大きくないね、使いやすいかなと思いますね。特に一応270だとこれで36ミリ系なので、うん、そうですね、この36ミリって日本人の方だと黄金サイズというか、うん、なんか一番しっくりくるサイズなのかなと。そうですね、これぐらいのサイズがね。そうですよね、はい、なんかそれこそ原稿が好きな方でもこのぐらいの36ミリだったら、まあ、抵抗なくつけれるなって方もいらっしゃったり、ちょっとヴィンテージがお好きな方だともうちょっと小さい34ミリとか、はい、そういったのを好む方も多いですけど、やっぱりここは現行アンティークヴィンテージ、どの時計が好きな方でも一番万能かなっていう、一生使っていただけるのかなと、うん、確かにそうですね。ブラックダイヤルという、はい、マニアックなところは抜いてですけど、うん、なかなかいい時計だなと思います。では2本目は IWC のラウンドケースですね。こちらはキンバリーのモデルになっておりますね。そうですね、結構やっぱ見た感じシンプルです、いいですよね。そうですね、 IWC インターといえば、うん、このシンプルな三振、はい、やっぱり一番の大きなポイントだと思うんですよね。そうですね、で特にこうヴィンテージお好きになって最初の入りとしてこういうちょっと古めかしい雰囲気、一本シンプルなのを持っとくと、うん、これが最初のスタートとなった時にこれだけは飽きずに取っとくのかな。あ、最初の1本って売りづらいところもあるかもしれないですよね。思い入れがあると言いますか、なんか手放しにくい感じはありますよね、うん、しかもこれ60年代のモデルなんですけど、はい、まあ、インターの引き体だけの表記っていうところで、うん、まあ、今の現行だとこう IWC の表記だったりとかして、うん、ちょっとまた印象変わると思うんですけど、このヴィンテージらしさも非常にいい時計かなと。どうですか、金時計。金張りなんでそこまで派手さもないと言いますか、うんうん、使いやすいかなと思いますよね。そうですよね、経年変化で金の部分が少し黒ずみが出た雰囲気も愛着が出る一本かなというところと、はい、うん、先ほどのエクスプローラーは結構幅広い年代層の方のイメージですけど、うん、これはちょっと大人の方向けなのかなって、40代ぐらいの方がヴィンテージを初めて手に入れて、うん、60代70代過ぎてもなんか愛着を持って使える、うん、イメージできますね。あ、できます、いや嬉しいです。なんかちょっと大人の方向けの長く使える一本かなというので、ちょっとご用意をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて3本目ですね。こちらはロレックスのオイスターパーペチュアルのコンビのブリックダイヤルですね。そうですね、まさにゴールドブリックですね、うん、正直手放すことが出そうでとか思われそうな時計なんですけど、はい、これあえて選んだのも理由がありまして、はい、まあ、今回中根さんと撮影ということだったので、あ、はい、まあ、僕もそうですけどコンビ好きじゃないですか。コンビ好きですねで中根さんも長くやっぱコンビの時
受け付けてらっしゃるというところで、はい、コンビの良さを少し語れたらなっていうのもちょっとあったんですよね。多分これでブルーブリックだったら、はい、多分もっと良かったかな、自分としては好み的には思いますね。中根さんといえばブルーですもんね。ゴールドの文字盤になっちゃうちょっと派手さが出てきちゃうかなっていうのは自分の中ではあるんですよね。意外とそうやっぱ思われる方も多くと思うんですけど、うん、まあ、これってステンレスにゴールドのコンビじゃないですか、はい、まあ、この真ん中のやっぱゴールドと、まあ、文字盤のゴールド、まあ、色合いがやっぱこう揃ってくるっていうところで一見派手に見えるんですけど、うん、シルバーとゴールドの2色だけなので、まあ、そこまでインパクトは強すぎないかなと思うんですよね、はい、結構角度でイメージが変わりますよね。そうですね、うん、これブリックダイヤルなので、うん、そうですね、見ていて飽きないと言いますね、うん、そうなんですよ、まあ、それこそこうさっきのインターと違って少し派手な時計なんですけど、うん、インターとかのシンプルな時計を1本持ってる方だと派手さが足りない時物足んないなと思うと思うんですよ、はい、うん、そうなった時にこういったのが1本あるとシンプルなものと少し遊びのあるっていうので二刀流になるかなというところと、うん、この2本があればもう一生使えるんじゃないかっていうイメージもあって、で、まあ、文字盤が少し遊びが入りすぎるとそれはそれでちょっと飽きちゃうかなと思って、うん、あえてコンビの色に合わせたゴールドをちょっと選ばせていただきました、はい、年代にしかないと言いますかね、やっぱ70年前後ぐらいしかこのブリックダイヤルってないですから、はい、ちょっとそういう特別感があるとなかなか手放したくなくなるような感じはしますね。めちゃくちゃいいコメントですね。特別感やっぱ大事ですよね。やっぱそうですよね特にやっぱコンビだと大人の方だといやらしい印象を持つ方多いんですけど、はい、最近若い方でもこうコンビの時計を抵抗なく持つ方も増えてるので、逆にこう20代30代の若い方が若い時にもコンビを手に入れてそこから大人になって長くつけていただきたいな、ちょっと個人的な願望もあってこれは素敵だなと思って用意させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ファイヤーキッズでは YouTube 頑張っております。チャンネル登録、いいね、通知ボタンのオンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。